大学で勉強したいと思っていても、大学についてよく知らない人も多いと思います。この動画では、大学の文系学部について基本的なことを説明しますね。大学には、国立、公立、私立という3つの種類があります。それぞれ入試の方法が違ったり、かかるお金が違ったりします。自分が大学に行くためには、どれくらいお金がかかるか考えなければいけません。これは別の動画で説明しますね。また、あなたは国語や英語、社会などの文系の教科が得意ですか？数学や理科などの理系の教科が得意ですか？それによって、大学で何を勉強するかが変わります。大学では、学部といって、それぞれ自分で決めたコースの中で勉強していきます。文系の学部には、文学部、外国語学部、教育学部、法学部、経済学部などがあります。理系の学部には、医学部、理学部、薬学部、法学部、看護学部などがあります。文学部では、古い本を読んで歴史を考えたり、その文章の意味を考えたりします。外国語学部では、自分が選んだ外国語をしっかり勉強します。留学に行く人も多いですね。教育学部は、学校の先生になりたい人が勉強します。法学部では、弁護士や裁判官、司法書士になりたい人が勉強します。公務員になる人もいます。経済学部では、会社のこと、社会のことを勉強します。文系の学部ですが、数学をたくさん使います。自分の勉強したいこと、将来の夢のことを考えて、どんな大学でどんなことを勉強するか決めるようにしましょう。